振り返っていいきたいと思いますもっと良くなる部分としてはですね、今シーズンかなり堀米からのですね、ビルドアップとか突破がね、かなり多いんですよね。堀米かなりキーマンになってますねで、ビルドアップもね、突破もできてますね。これ素晴らしいんですけど、ただ右の方がね、長谷川と藤原をね、両方同時に使うことはできないんで、で長谷川の場合、かなり突破、縦の突破早いですよね。で、藤原は結構組み立てにも参加できるということで。 この2人がね、もうちょっと成長してね、惚れ見みたよに両方できるようになるとね、左から右からね、もう手がつけられない状態になると思うんでね、ここ、えー、なんとかね、藤原選手あたり、もうちょっと頑張っていただきたいですね。で、あと、もっと良くなる部分としては、裏抜けの意識もっとね、今シーズンかなり出てきたんですよ、昨シーズンに比べるとね。だけど、もっとやることによって、さらにスペース拡大しますよね、中盤とディフェンスラインの相手のね、間の。 で、その間で、まあ、さらに間受けできますよね。でね、これ、かなり川崎とかもね、やっぱ狭いんですよ。狭いんだけど、ここかなり、もうみんなやってますね。ここ使う,使うべきだと思います。この裏抜けから、いっぱい足元だけだと、どん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 狭くなるんで、これ、意識していきたいですよね。で、さらに良かった部分としてはね、田上さんに得点しましたよね、ついに。で、前節、松田選手もね、あのアシストがあって、やっぱね、なんか、 鈴木選手とか、とにかく一平選手とかね、あ負傷はあるんですよ、シーズンなんで。あるんですけど、ただその、あと出たね、サブのメンバーがね、こうやってどんどん活躍してね、いくとめちゃくちゃ盛り上がるし、これ去年の京都とかもそうですけど、めちゃくちゃやっぱね、昇格においてね、重要なんですよね、この変わったメンバーたちがどんどん活躍していくっていうのは。で、で、まあ、今後期待される分としてはね、あの小見選手、秋山選手、えー、あと、山村選手ね、あの、この3人ね、 期待してますでなんでかっていうと、めちゃくちゃやっぱ若いんですよね、若いし、あの若いのに、あのポテンシャルがすっげー高いんですよね。コミュニティなんか、前回ね、ロングシュートもありましたし、秋山選手もね、ね、え、全、ー、試合出まし、群馬戦でようやく初出場しましたよね。で、山田選手、何回か出てるけど、決定機外したりだけで、ね、ちょっと叩かれて,もしてましたけど、でもね、これね、山田選手とか、あのこの3人はね、めちゃくちゃポテンシャル高いんですよね。なので、絶対これから来ると思います。 で、この3人活躍しないとね、なんかね、盛り上がんないんですよね、やっぱり。で、あの、メインあの3名でやってる人たちもね、気合入んないと思います。なんで、この3人、ぜひね、活躍してもらいたい。で、あとね、ツーブランやっぱ2ブランチにして安定感出ましたよね。攻めのときはこの逆三角形みたいな感じであのすごい攻撃的になってるんですけど、守りのときはね、この普通の制御三角形みたいになってね、あのすごい安定してます。で、ビルドアップの時とかもね、 あのすごい安定してるし、あの攻められた時にねサイドバックの裏、コウ選手とかね、島田選手というか、サイドバックの裏、すごいケアしてるんですよね。で、そこで、あのー、抜けてきた選手とかをねす、しっかり潰せてるんで、ここはもうすごい、このね、下辺式のこの真ん中のあトリオ、すごいいい関係できたと思いますね。で、あと2点目、あの群馬戦の2点目ですね、谷口選手があの裏抜けてね、ズドンって決めたやつ。あれね3人目の動きであの YouTube に上がって現地映像を見たんですけど、めちゃくちゃ早いですね。もうあれはね、正直、その辺のね、J2 のチームでね、対応できないし、3人目の動き、あの速度でやられるとね、もう絶対、対応できないですよ、正直。まあ、J1 でも対応できないと思うな。なんかめちゃくちゃ早くて、いや、これはね、やってるディフェンダーの選手、かわいそうだなって思うぐらい早かったんですよね。 なんで、今後ね、やっぱ3人目の動きす、まあ、すげえ難しいんですよね。連動も高まる高まらなきゃいけないし、あのー、難易度もすごい高いんですけど、ここら辺もっとね出していけるといいんじゃないかなと思います。で、対するですね、千葉なんですけど、栃木とやってね、1対2で負けてますね。で、千葉のね、あんま試合見てないんですけど、スタメン、スタメンじゃなくて、あのフォーメーションなんでですね、3、4、3なんですよね。で、結構ね、気をつけたい部分として、あのクロスからの攻撃。 でやっぱトップにね、桜川選手っていうね、190センチでね、91キロでね、めちゃくちゃでかいね、収まるフォワードがいるんですよ。ね、めっちゃ強いんですね、ヘディングとかが。なんで、とにかくセットプレーとクロス、そして、あのこれこの辺気をつけたいですよね、コーナーキックとかね。で、あのまあ、ファールも与えたくないと。で、キッカーもね、田口選手とかね、いいキッカーいるんですよね。なんで、すごいねあの、キックの精度も高くて、いいボール上げてくると思います。 でただねあの、新潟の勝ってる部分としてね、ポジション上げました。で、これはね、たぶんポジションはね、正直圧倒すると思います、新潟の方が。なんでそう思うかっていうとあの、千葉はね、後ろ3枚なんですね。なんで、結構辛いんですよ。3枚で、あの新潟の場合はね、2枚入って、あと、高専、島田選降りたりして、まあ、3枚になったりするんですけどあの、千葉ってあんま形変えないんですよ。でね、 そのポゼッションもね正直、精度がねあんま良くない。ディフェン,クディフェンスからね2列目ミッドフィールダーぐらいまで行くんですけど、ただフォワードまでちゃんと繋がってね攻撃に行ってるっていうシーン、この社員、なかったですね。で、あのーまあ、中盤まで行くとね結構ねやっぱ桜川選手のロングボール多くなってきて、あのー、ずっとねあの回し続けるってことは難しくて、かなり栃木のプレスにもやられてました。なんで、新潟も結構プ,ロスプレス得意ですよね。 なんで、あの、プレスね、激しくいけば、正直ボールも奪えるし、ただ、もはや、ポジションもね、新潟の方がレベル明らかに上なんで、ここら辺はもう絶対ボール、ま、渡したくない。6割近くいくんじゃないかな、ポジション率。そう思いますね。ただ、新潟の特徴としてね、今シーズンなんか前半はね、すごいポジションできるんですよね。あの、もう圧倒してるっていう感じでね、あの強度も高くいける,いるんですけどね、後半にね、なんか、 ちょっと最近ね、ボール支配されるようなシーンも多いんですよね。後半の最後のね、10分とか。で、交代選手たちが、ちょっともうちょっとね、ハッスルして頑張ってもらわないと、あの、な最後まで強度高,高められないんでね、そこらへんすごい頑張ってほしいと思ってる。で、ジェセツ、結局どうなるかっていうと、やっぱ新潟勝ちだと思う。うん、これもう正直ね、ポゼッションで圧倒して、クリーンシート全然いけるんじゃないかなと思ってます。で、やっぱり要点としては、魚川選手抑えたいよね。魚川選手抑えないと、 そこで起点作られたり、ヘディングされたりして,して、あの、結構厳しい戦いになると思う。やっぱ先生点取らない千葉も、あの、結局能力の高い人たちいるんで、あの、やっぱ先生点は絶対与えたくない。で、千葉もね、あの、やっぱ後ろ3枚なんで、結構ショートカウンターが重要になってくると思います。あの、ショートカウンターすごい重要だと思う。相手結構前掛かりでね、3、4、3なんで、あの、ビルドアップの時とか引っ掛けると、後ろ3枚なんで、かなり、あの、チャンスになると思う。 でまあ、新潟も、ね、今シーズン、あの松橋監督になってかなり前の意識が高いし、あのめちゃくちゃ攻撃も <laughs> スピードアップしてるんであの、その辺頑張っていければね、もう正直ね、余裕で勝てると思う、余裕で勝てると思う、うん、余裕で勝ていうってか、勝ってほしい。はい、まあ、そ,のそのところでね、あの期待してます。